ツイキャスから開始しますね。はい、お願いします。よいしょ。ちょっとだけマイク近づけましょうか。はい、ありがとうございます。ではオープニングからいきます。はい、サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はサッチーと、はい、ミキサーのキャンです。今週もゲストが来ておりますので、ご自身のお声で自己紹介お願いします。はい、さい、吉田康典です。よろしくございます。よろしくお願いします。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いくださいということで、ノーリーさん、あの1週目どうでしたか？いや、やっぱりなんか始まったかなと思ったら、はい、もう時間ですよって言うからさ、はい、なんかすごい早いもんだね。30分ってあっという間なんですよ。毎回私もあっという間に感じてて、うん、これから考えたらあれじゃない、もうすぐ 1日で5週分ぐらい撮っても全然言うとこ作れんじゃん。それができたら、ね、だいぶ楽ですね。楽ですね。1ヶ月2回だし。またでも、リスナーの皆さんが逆に大変じゃないですか。そうですね。メールを送ったり、シャツで参加したり、はい、X 送ったりと。毎週の楽しみが減るよ。では、番組の紹介をしたいと思います。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは、きまぐれ.satch@gmail.com です。アルファベット小文字で、kimagure.sachi@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。X ではハッシュタグ気まぐれラジオをつけてポスってくださいねということで、今週も、一曲はノーリーさんの一曲でいきたいと思います。はい、早いな。早いんですよ。そうなんです。何がいいんだろう。ノーリーさんのお任せで全然大丈夫ですよ。ちょっと一曲ですね。沖縄のもうまんま民謡なんですけど、はい、ちょっとお笑い要素が入った民謡で、このくんじゃんで福って歌があるんですよ。はいはいはい。くんじゃんで福。これあの、まあ、諸説いろいろあるんだけど、はい、国神さんっていう大金持ちの男性がいたと。はいはいはい。で、またもう一つの説は、国神村にすごい大金持ちがいたというこの説がいろいろあるんだけど、はい、まあ、歌の中身とすれば、その大金持ちのこの、まあ、おじいちゃん、まあ、いい年だってる、もう本当に60代のいいおじいちゃん、はい、と言われてる、まあ、その頃ね、の方が、お金は捨てるほど持ってるんだって。お金は捨てるほど持ってるんだけど、自分のところに来てくれる嫁さんがいず。で、結局やっぱり人としての道が歩けてないと。でもほら、人の道ってのは生まれて、まあ学校を通っていろいろ勉強しながら、いい会社に入って、で、まあ女性であればいい旦那さん見つけてとか、まあ男性であればいい奥さんを見つけて、家庭を持ってっていうのが、その、それからまあ老後に向かっていくっていうのが、ほら、普通の大体人の、大体道だね。はいはい、はい。まあ中にはまあもちろんその旦那さんもいらない、奥さんもいらないという人もいるけど、うんうんうん、そうそう、大体普通はそうさね。そうですね。だけど、この人は奥さんも欲しいのに、奥さんが来てくれないと。うん、まあ、だけど、金はあり余るほどあるんだよと。だから神様どうか、もうこの金はいらないから、人と人の道を歩かせてくれというぐらいの金持ちのおじさんの歌。って言った方が分かりやすいかな。という歌があるんです。これがね、ちょっとね、笑い要素が入った、歌なんですけど、まあ最後には、ジュリアーつって、なんだろう、今で言うとなんだろう、遊郭。はいはい。っていうのかな。ああ、まあ、要は、お座敷遊びを死に、このやっぱ毎晩行くわけよ。うん、
やっぱり自分の子の子、やっぱ奥さんがいないので、お家で一人じゃない。一人なもんだから、あの、そういうところに遊びに行くんですけどね。そこで結局、だからその、お金の、この付き合いでの、この女性との遊びで、結局はだから、その時間が来ると、はい、さよならと別れていっちゃうという、これ寂しいこの感じの中なんですけど、それをちょっと面白く、おかしく歌った歌ですよね。はい。さすが。ワンドサリーコンジャンデーフクジムチカニムチカギシュガタンチロジンブンスナワトドグシコノタリロイアイビシガクコシワンネロコジョ一の刀身、赤と一瓶。生チキティマリ、閉じはなティチャルイナゴロウイビラン。昔ちょのいい言葉やいちいちもっともどからん。人やもきて、こらにちんこで落ちきてん。よちらやねらんさ、じんもち。ひらやかあたましい、ひりんりの。昔の言葉や身の上に当たっているちこじこおまりよろ。そやわんねじにんの三段に新眼人、かたみらちちじなかしまくしみち、めみちじんあみ、ほらしが、ままからやてん、ぐそのなじんないがさびら。カンカンパチパチコマーキレンダクンジャンデフコおともおがディシノンジンガンボンボーとカタミティチョシガー吐きさみような草木のジノン持ち戻しろそがや豆腐まみジュリアジンディル言葉足が簡単パチパチコマーキレンダーコンダンデフク音も違うやかおかしくなった分からなくなった終わりなんていうか分からなかったもんねあーでもすいませんねなんかね面白い歌ですねそして聞くとね、ちょっとまた、聞き方も変わってくるかなと思うんですけどね。でも本当、人の人生って面白いですよね。面白いですね。お金がないと苦しいし、なっても苦しいんだってよ。行ってみたいね。お金はあるんだけど、幸せじゃないのよ。キャスの方が来てますので、紹介したいと思います。お願いします。カープボーイさん、サッチーさん、キャンさん、ノーリーさん、皆さん、こんばんは、ワンワン。ワン。ここで番組をやってるっていうのは、さっき言ってましたよね。誰でしたっけ？桜庭さんでしたっけ？桜田、あゆみちゃんの番組やってるよ。水曜日の3時から、もしよかったらそっちもゲストで、と来てますよ。そうそうそう、あゆみちゃんはね、今、糸満の方で、民謡バーさ、かなさっていう、まあ、民謡ライブの店があって、そこで今一緒に働いてるんだけど、そうそう、こっちでやってる話は聞いてるんだけどね、あんまり好かれてないのか、あんまり誘われたことないんだよね。ノリさんどうですかって言われるかなと思って待ってるんだけどさ、何にも言ってこないからさ。なかなかですか。そうそうそう、なかなか自分で売り込みっていうのもやりにくいですもんね。そうそうだね。そうそうそう沖縄大好きさん、こんばん、サッチー。こんばん、サッチー。沖縄ラジオ愛好家、ワッチーさん、拍手が来ております。
旦那の陸海空さん、民謡番組だな、かっこ笑いと来てます。たまにはそういう会があってもいいんじゃないですか。沖縄大好きさんも拍手来ておりますね。陸海空さん、出た、のりこ。まあ、知る、人ぞ知るキャラクターですね。私も知ってます。沖縄ラジオ愛国家ワッチーさん、皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。ノーリーさんの生演奏を聴けるとは思いませんでした。あ、いやいや、光栄の一言です。来ております。こちらこそ光栄です。ありがとうございます。先週読めなかったメールが一通ありますので、紹介したいと思います。お願いいたします。気まぐれネーム、沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、ゲストのノーリーこと、吉田康則さん、こんばん、サッチー。こんばん、サッチー。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。テーマフリー。今週からというのよりは、収録上では今日からになってますが、今日から浴衣ウィークがスタートしましたね。僕も初めて浴衣ウィークに初参加なのでワクワク、ウキウキしておりますと来ております。そうなんですよね。FM ギノワンでは、1週間、7月1日から、7日まででしたっけ？まあ、7日の番組は、そうですね。この番組がありますので、7日までですね。そうですね。なので、一週間浴衣ウィークということで、はい、今、こっちにいるスタジオ全員、浴衣、おわ、ジンベイの格好をしております。僕も着ておりますよ。映ってはないですけど。そう。キャスの方でカープボーイさん、今年は赤字実は当たるかな、楽しみだけど申し込みが問題だねと来てますね。そう、カープボーイさんもね、一度二度ぐらい、自分なんかこの朝の番組の、このファンの集いみたいな感じがあって、はいはいはい、それの毎年11月頃、紅葉と温泉と美味しい食事を楽しみにということで県外に行くんだけど、ほう、そうそう、お母さんと一緒に、何度か参加していただいてます。あ、カープボーイさん、そうそうそう、うん、おー。カープボーイさん、キャンさん、これは魚人空手つけてるの？ワンピースにジンベイってキャラがいるんですよ。はい。その人が使う技が魚人空手なんです。難しいとこ来るな。はい、僕は、ジンベイじゃなくて浴衣を着ております。浴衣です。はい。はい、陸海空さん、夜の8時台に民謡を聞くとお酒が進むくん、あ、禁煙してた、爆笑と来てます。そう、旦那の陸海空さん、最近お酒を飲んでおりません。なので、まあ禁酒中なのかなって感じですね。そうそう、なんですよ。ノーリーさん、僕を褒めたいです。おー、ごめんなさいね、ちょっとかぶっちゃいましたね。僕ワンピース見てないんですよ。あ、え、はい、そうなの？外からの情報だけで今の考察して。私もワンピースそこまで最近見たことないから、なんだろうと思ってました。はい、僕チョッパーぐらいで止まってますからね。あ、私もそのぐらいで止まってる。読んでない人からしたら本当に何残っちゃってなっちゃうよ、ね。カーブボーイさん、島唄ハイボール飲みながらインベーしてる。イーアンベーってことですね。イーアンベーしてますってことです。いいですね。いいですね。私最近お酒飲んだの、いつだっけ。2、3日前ぐらいですね。僕も2、3日前に飲みました。ノーリーさんってお酒強い方ですか？私ですか？そうですね。全く酔わないですよ。うん、はい。飲まないので。あ、飲まないので。はい、私、一滴も飲まないんですよ。そうそうそう。若かりし頃ぐらいですかね。ああ。若かりし頃。まあ、これはちょっとね、はい、これ。若かりし頃、友達なんかと飲みに行くと、朝方までずっと飲んでました。ああ。それも、あの時はね、本当変な話、
お酒がほら、今、大人になって初めての、はいはい、今、要は大人になってるか、まあ、この20代、30代、40代になってからのお酒の飲み方と、はい、やっぱこの20代とか若い時たちの、若い子たちの飲み方って違うじゃないですか。そうですね。どちらかというと、どんちゃん騒ぎに近いじゃん。はいはいはい。ああいう感じで飲んでたので、あの時は、友達と二人で、一隅を開けましたね。そこで開けてた感じだった。そうそうそう。でも、好きで飲んでたわけじゃなかったので。ああ。そう。この、だから、陸海空さんなんかみたいに、何この、何、断酒するってなった時の、苦しさがあんまりわからない。でも大変だろうね、ほんとね。いや、好きなものをやっぱり我慢しないといけない。まあ、大変だと思います。そうなんだよね。僕は豚を我慢してますんでね。アレルギーでしょ、はい、アレルギーだろ大好きなんですよ。大好きなんですけど、アレルギーで一回呼吸困難を起こしたので食べれないんですよ。アナフラキシーが出るぐらい。はい、もう一歩手前ぐらい。豚アレルギーってあるんだ。10年ぐらい前に。すげえ、こんなのがあるんだね。だから皆さん好きなものはあんま食べ過ぎないようにしましょう。ね、本当にすごいね。キャスナハでカープボーイさん。ノーリーさん、なんか若い頃甘いカクテル飲みまくって地獄を見たって話してましたよね。うん、そういえば笑いと来てますよ。そう。これはね、なんだろう、この、その、まあ、その時に、知り合いがこの、バーをオープンしたと。はい。あの時バーってなかなか行かない時代なの。今普通じゃない、バーは。そうですね。はい、今普通だけど、はい、あの頃とバーったら、まあ、ちょっと、式があったの、はい。で、そこで、まあ、知り合いがオープンしたということで、はい、じゃあ、今日は、オープン日なので、みんなただ酒だと、いうことだったので、じゃあちょっと飲みに行ってみようか、っていうことで行ったの。はい、で、その時に、気になる、この、なんだろう、その、カクテルの名前、もう、どんなのかわからんから。はい。で、この、気になるなと思って、これ何って聞いたら、あ、これは、何、ジンですよ、とか、あ、これはウォッカですよ、とかって、いろいろ説明を受けながら、はい、ウォッカって何なんだろうとか、うん、島酒しか知らないから、はい、だから結局それでじゃあこれちょっと飲ましてあれ飲ましてって言ってそう飲んでその時にブルドックっていうのがあブルドックも美味しいですねブルドックは、はい、あのと当時一番強い酒って言われてたぐらいだったと、はいまあ、あれを2杯飲んだらアウトだというぐらいのもんだったんだけど確かにねあの前にカクテルを、4、5杯飲んでいてそのブルドックを一杯飲んだら美味しくて、はい、3杯ぐらいまで飲んだら覚えてるけど、その後から記憶がなく。あ、いや。はい、いつの間にか大津にいたと。僕はそのブルドック系のちょっと強めのやつが好きで、LSD って名前のカクテルがあるんですけど。聞いたことない。バラライカってカクテル、三角カクテルで、レモンジュースで、ピナクルウォッカと、あと、そうですね、ホワイトキュラソーを混ぜたお酒があるんですよ。聞いたことね。ピナクルウォッカをスピリタスって90度あるお酒に変えて作るカクテルで、これをロック氷で溶かしながら飲むカクテルなんですけど、めちゃくちゃ飲みやすいのに超強いです。90度って飲みやすいってことあるんだ。まあ、カクテルなので混ぜるので、60度ぐらいまで落ちるんですよ。いや、それでも結構な、はい度数ですよね。だから飲んだらカットします。ああ、それをお気に入りで最近飲んでます。すごい。最近のこのカクテルなんかすごいいろんなカクテルがあるじゃない。はい、ありますね。ビールにジンジャーエール混ぜるのとか。ああ、ありますね。はい。なんかなんとかっていうあれだよね、はい。初めて聞いて、うん、これなんどれ何と何混ぜればいいのみたいな。もうビールに混ぜるイコールトマトジュースしかないから。なんとかクーラーでしたっけ。なんかね、はい、なんかちょっと言い方がちょっと俺も覚えてないけど。そうなんかあるんだよね。そう、考えたら俺なんか時代から本当だいぶ進んだもんね、バーはね。バーは本当にいろんな種類ありますからね。うん、すごいよね。僕デビューがバーだったんで。かっこいい。なんかそういうところが好きで、かっこつけたかったので。俺なんかデビューは海だからね。海でお酒を。そう、かっこなって。で、海の本当に。落ちるか落ちないかぐらいの防波堤のところで、朝まで眠って。はい、眠って。ああ、今日も起きているってから、帰るわけ。僕も海は、よく陸上部時代に、先輩たちに、缶の底に穴開けて加えさせる。3秒ぐらいで全部あったね、こんなことね。あったあった。カープボーイさん、僕はデビューは近所の人のお墓。どういうこと、
あ、昔の方はお墓に行って酒盛りする人もいたって聞きますよ。よ、要は隠れて飲んでるってことだね。そうですね。はい。私、お酒デビュー、やっぱ海かな。海で、やっぱり友達とお酒飲みながら、わきゃわきゃして、騒いでっていうのがありますね。いいですね。でも、あれですよ。でも最近はもう居酒屋が多いですね。ああ、最近居酒屋が多いんですね。うんうん、まあでも居酒屋もなんか料理の美味しい居酒屋だいぶ増えましたもんね。うん、そうそうそう、増えた増えた。で、お酒のレベルが上がってる居酒屋もいっぱいありますからね。ああ。それこそバーテンダーされてた方が居酒屋とか経営したりとかする場合もあるので。へえ。すごい。そういうとこやっぱカクテルなんかすごい充実するんだろうね。そうですね。へえ。僕の知り合いのお店とかもビストロ系でやってたりとか。おお、すごい。そっからちょっとお引っ越しして今ちょっとなんか、日本食も増えたんですけど、お魚とか。はあ、すごい。美味しそうだね。美味しいですよ。いや、最高だ。沖縄市いっぱい美味しいとこあるんで。そうだ。よかったらアテンドします。今日はもうメールが来てないので、のキャスのコメントと、あとフリートークで行こうかなと思うんですが、どうしようかな。はい、のりさんもう一曲いけそうですか？え、もう一曲？はい。はい。急に。急に振ります、私。何がいいかな？あ、そう。ちょっと待ってよ。何がいいかな？短いのでいいですよ、短いやつね。じゃあ、一つじゃあ、こういう歌いこうか、じゃあ。くれこうじゃ、はい。中ぐすくシューライブして歌。はい。これ中ぐすくぐすく。今、あれか、この、なんた、終月の、なんとか、なんとかの終月。なんかで、プロジェクトマッピングなんかですごい有名になってる。はい、はい。中ぐすくぐすく。はい。そこが昔、その、月見どころ。だったと。まあ、要は、その、高いところにやっぱあるんで、はいはい、そうそう、やっぱ月がすごい近くて、すごい綺麗だったんだろうね。おー。そういうところを歌ったと思うんですけど。はい、では、ちょっと聞いてください。はい。リチャヨーシチリティヨー中ごしこごしこヨンソリソリ将来のディナガミラナヨチチンチョラチョラサヨンソリソリ将来父長みどころよ中ごしこごしこよんそりそり将来しみてててりわたどよ影のちょらちょらさよんそりそり将来よーありへい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 今半分なんですけど、はいはいはい、はい、ありがとうございます。また半分はまたいつか YouTube でお届けしますので見てください。ありがとうございます。ありがとうございます。キャスの方で沖縄ラジオ愛好家ワッチーさん、お酒飲める人がちょっぴん羨ましい。私自身お酒飲めません。訳ありで、と来てますね。私、でも、最近ストロング系中杯 9% のやつ、はい。あれがもう一切飲めないんですよ。あれは飲まない方がいいんですよ。危ないお酒です。60度飲んでる人がそれ危ないって言う。まだですよね。でも、飲みやすすぎて、なんか、バンバンいっちゃうらしくて。僕はもともとでもあの甘さがあんまり好きじゃないので飲んでないんですけど、なんか人工甘味料が入ってるので、はい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 、はい、ただやっぱり飲んでる方どんどん増えちゃうっていうのは聞いたことあるので気をつけた方がいいですね。で、私飲めるとしてもほろ酔いの 3% のやつですかね。
おお、あれ美味しいですよね。そう、3% だし、はい、あそこまでアルコールも入ってないし。最近はなんかアルコール度数の低いお酒流行ってますね。流行ってますね。あの、ビタン、あ、ビアルコールみたいな。うん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 。お酒弱い人でも楽しめるようなお酒とかバリエーションが増えてきたので、はいはいはい。いろんな楽しみ方ができるようになってきましたね。うんうんうん。そろそろ来週のテーマに行きましょうかね。はい、お願いいたします。来週のテーマは、海です。というのも、収録上が、7月15日、海の日になるので、そのテーマにいたしました。はい。まあ、海の日なので、海にまつわるエピソードをじゃんじゃん送ってくださると、ありがたいですね。もう十数年入ってないですね。ビーチパーティー、だいたい DJ なんで。あ、そっかそっか。そっかそっか。あと1分ぐらいありますか？はい、あと30秒ぐらい。お、マジっすか。はい。そろそろ締めましょうか。お願いいたします。はい、ではまた来週お会いしましょう。おいてあさっちと、ミキさんのキャント。そして吉田康則 IB タン。また来週。ありがとうございました。じゃねー。お疲れ様でーす。お疲れ様でした。という間の30分。15年ものの古酒をカクテルに移して豆腐用とチビチビ飲んだらめちゃくちゃ美味しいよ。すごい。あ、カクテルカラカラ、うん、チョコレートも合うかな。古いお酒は、あ、まあでもチョコレートは合いますね。ウイスキーとかもチョコレートもめちゃくちゃ合う、まあね、ウイスキーとかもあるよね、はい、確かに。チョコレートを合わせるときにさらにちょっとだけ燻製するとすごい美味しい。スモーキーな感じにするとあのウイスキーとかそういった強めのお酒って結構香りが引き立つので、おー、すごい、さすがだね。お酒飲みですもんね。そっか、 OK かな。はい、ツイキャスの方ちょっとまだありますね。あと3分ないぐらいか、ですね。そっか。でも皆さんもお疲れ様でしたって言い始めているので、そうなんですよね。じゃあ今日もありがとうございました。ありがとうございました。またぜひよろしくお願いします。あら、最後にコメント。今日から稽古しないといけないもんで、もう飲んじゃってるから、今日はただ単に弾いて、遊ぼう。三振ですね。三振の話。頑張ってください。はい、では、ありがとうございました。